ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、知らないうちにこのチャンネルも時代劇の専門チャンネルみたいな感じになってるよね。そうだな。拙い解説で申し訳ないんだが、しばらくは時代劇を中心に解説をさせてもらうと思うぜ。視聴者の皆様、これからも当チャンネルをご贔屓のほどよろしくお願いいたします。ということで今回は、吉宗評判記、暴れん坊将軍の解説をするぜ。魔理沙ごめん。歴史だけはちょっと疎くて、生類憐れみの霊を出した人だっけ？犬公方とか言われた人かな？それは五代将軍、徳川綱吉だな。綱吉だっけ？どっちも吉がついてるから、ごっちゃになるんだよね。吉宗の吉は五代将軍、綱吉からもらったものだからな。名前なんて人にあげても良いものなの？おかげでこっちは歴史上の人物を覚えるの大変なんだから。霊夢が歴史に疎いみたいなので、吉宗の前半生をサクッとまとめてみたぞ。ありがとでやんす。承久元年、10月21日、和歌山藩主徳川光貞の四男として生まれる。名前は元禄といい、その後、新之助と名乗った。貧乏旗本の三男坊ではなかったんだ。っていうか徳田新之助の新之助はこの頃の名前だったんだね。元禄9年12月11日、13歳で、樹脂芸、近衛権の少将、検地からの神となり、松平頼久と名乗る。漢字は難しくて、わらわにはよくわからんぞよ、おほほほほほ。元禄10年、4月、越前国、入軍内に3万石を賜り、カズラの藩主となる。これを機に名を、頼久から、松平頼方と改めた。もう藩主になったの？現代だと14歳って妄想病の中坊じゃん。妄想病だかは知らないが、この時将軍徳川綱吉とお目見えしたんだな。宝永2年10月6日、紀伊徳川家五代藩主に就任。同年12月1日将軍綱吉の偏気を賜り、吉宗と改名した。これで吉宗になったんだね。でも犬公方様からの一時頂戴は、なんだかなぁ。おいおい、綱吉がダメ将軍だとは言い切れないぞ。はいはい。次行ってください。宝永3年、真宮政子を御連中に迎えるが、宝永7年に死別。御前中？冷血圧の私はどうも苦手なのよねー。おいおい、御連中とは将軍様たちの奥さんのことだ。マジなの？新さんって結婚してたの？ドラマじゃ独身ってことになってるよね。霊夢には悪い知らせなんだが、結婚してるんだな。それになんと、その後側室も設けているんだ。ひえー、マジなんだ。それに側室さんもいたなんて。今、本気と書いてマジと読まなかったか？すいやせん。あまりのショックでつい。ショックはさらに続くぞ。聖徳元年。12月21日、新徳院との間に、長男長福丸、後の徳川家重。次に聖徳5年。12月27日、本徳院との間に次男小次郎、後の田安宗武、が誕生している。結婚してるのも驚きなのに、側室も二人いてさらに子供までいたなんてどういうことなの？私には貧乏旗本の三男で独身貴族だって笑ってたのに。なんかドラマが始まったな。確かあの時、部屋住みとか言ってたけど、どういう意味だったの？わけがわからなかったけど、私も雰囲気でこくりとうなずいちゃったわ。ますます、わけがわからないことになってるな。多分私への暗号だと思うから、教えてちょうだい。部屋住みとは次男屋さんなんで、後を継げない男子が、後取りの保険として家に残ってることを言うんだが。それだけ？他に意味はないの？ないと思うんだな。文章を縦読みにしたら言葉になってるとかは？短い言葉だから縦読みもできないけどな。きっと意味があると思うわ。平和な世で、いや、約束するよ、ずっと君と、みっちゃん、みちみちうんこたれて。なんじゃそりゃー、しかも相手を作文じゃないか。ごめんなさい。どうしても、身が思いつかなくて。昇進してやる気も下がってると思うが、次行くぜ。昔は若くして亡くなることも珍しくなかったから次男、三男を後継ぎの保険として置いておくことが多かったんだが、吉宗もその例に漏れず部屋住みとして暮らしていた。なのになぜ紀州藩主になれたの？吉宗の二番目の兄さんは幼少期に亡くなっているんだが、長兄も三男も紀州藩主になってすぐに亡くなったんだ。お兄さんたちもだけど、お父さんも続けて亡くなっているの？そうなんだな。お父さんはもうお年寄りだったけど、兄さん二人はまだまだ、若かったんだよな。なんだかちょっと怪しい気がするのは、私だけかな？
そういう噂もあったらしいかな。でもまさか新さんに限ってねー。あまり人を疑うのは良くないからな。そうだよね。あの新さんがそんなことするわけないよね。とにもかくにも、紀州藩主になった吉宗は質素倹約を徹底して、財政難に苦しむ藩の財政再建を図るんだ。なんでそんなに財政難だったの？二人の兄と父の葬儀費用や、幕府から借用していた10万両の返済、そして甚大な被害を出した宝永地震の復興費用などだな。こりゃ大変だ。そしてこれらをクリアしていき、紀州藩の財政を立て直したんだ。やったね、新さん。それから11年後、享保元年に、第8代征夷大将軍に就任する。突然なんだけど何があったの？7代将軍、徳川家継が、8歳で亡くなったんだ。なんと。でも新さんがいきなり将軍になれるものなの？将軍候補は何人かいたんだが、年齢など諸事情で候補から外されたり、候補の本命だった尾張の徳川義道は突然の不審死をしている。また死んでるの？これはたたりじゃ、八墓村のたたりじゃー。金田一耕助か。これは事件の匂いがしますぞ、ワトスン君。私はワトスン君でも助手でもないからな。見た目も中身もおこちゃま、今日も難事件を解決する。その名も名探偵霊霊夢。またいろいろ渋滞し始めているぞ。は、また悪い病気が出ちゃった。めんごめんご。私も怪しいとは思うが、この件は時効なのでお蔵入りだ。それに紀州藩を立て直した手腕を買われての抜擢だと思うぜ。残念でやんす。独身じゃなかったことがまだ尾を引いてるみたいだな。八代将軍になった吉宗は、財政難に苦しむ幕府を立て直すべく大改革を行うんだ。デジャブだね。新さん、何をしたの？4000人いた大奥女中を1300人までに減らしたぜ。大奥なんてめっちゃ華やかだし、お金かかってそうだもんね。目安箱なる諸状箱置き、金病院救済を目的とした小石川養生所を設置した。そして、火事の多い江戸の対策として町火消しを設けたんだ。吉宗はこの他にもいろいろ政策を行い、これは享保の改革と呼ばれた。ちなみに享保の改革は江戸の三大改革と呼ばれているぞ。すんごいですねー。霊夢、またよくわからない画像を出してきたな。メガネ率高いね。もう茶番に付き合ってられないので、暴れん坊将軍の解説をさせてもらうぜ。徳川吉宗、松平県江戸幕府第8代目将軍であり、暴れん坊将軍の主人公。城下町では将軍という身分を隠し、貧乏旗本の三男坊、徳田新之助と名乗っている。愛称は新さん。初期は飲み台に小判を置いていくなどの世間知らずな行動が目立ったな。剣の達人で流派は野流人影流だ。うわぁ、めっちゃ若いね。博打好きの父ちゃんに困っていた長屋の娘に御用を置いてったりしてなかった？それは、大岡越前の徳川吉宗だと思うぜ。ああ、あっちはおこりん坊将軍だったね。すぐにごっちゃになるんだよね。それは霊夢だけだと思うがな。山下校内、浜畑賢吉、歯にき抜きせぬ文学者。吉宗の素性は知らないが、政治家として未熟な彼に、姿勢で一括入れる。剣術にも優れ、吉宗に協力するが、30話を最後に突然登場しなくなった。何か事情があったのかな？さあな、誰か知っていたら教えてくれ。意外とあっさりだね。どうしたの？いや、申し訳ないんだが、山下校内がこの番組に出ていた記憶があまりなくてな。勉強不足だな。通算、24、5年の長寿番組だから、初期のことは忘れてることもあるよねー。フォロー、ありがとうだぜ。大岡忠助、横内忠志、江戸南町奉行。吉宗とは、伊勢山田奉行の頃からの馴染み。第1話で松本会の神の悪事が発覚した後、吉宗によって南町奉行に就任する。第2シリーズだったと思うけど、加納五郎左衛門たちとの常駐。敵に囲まれた時に、水戸黄門の拡散みたいなセリフを言ってたような。風車の屋敷の、嫁さん役の宮園純子がゲスト出演してた回のことかな？五郎座もご隠居の格好してたし。加納五郎左衛門忠久、有島一郎、お蕎麦御用取り次ぎ。吉宗の幼少時から、養育係を務める御三の側近で、城から抜け出してしまう吉宗の破天荒な行動にいつも頭を悩ませている。うわぁ、めっちゃ若いねー。いやいや、だいたいこんな感じだろ？
特技は町娘を武士と結婚させるために一旦自分の養子にさせて嫁がせることだな。辰五郎、北島三郎、吉宗と旧知の火消し。部屋住みの頃の吉宗とは、酒に酔って殴り合いの大喧嘩をした中で、八代将軍、就任直後の夜に再会した。ちょっと待ってマリサ、これって花の穴しか映ってないよ。すまんすまん。それじゃあポチッとな。終わった？ちょっと長かったね。これでも部分カットして継ぎ合わせたんだけどな。元は飛び職人で、吉宗、忠相の、制度改革によって、火消し恵の組頭に任じられた。新さんとは、将軍になる前からの、知り合いだったのは意外だったね。さえ、春川真澄、辰五郎の女房。気が強く、辰五郎が不在の時でも、恵の面々から頼りにされる。あと、とにかくうるさい。第2シリーズで、めぐみに押し入った3人組も、抑えにやられていたもんね。ほんとにうるさいんだぜ。矢部助け八、宮内広志、将軍家鬼は番。吉宗に従い紀範から、転任した元根頃組組頭で、配下の者たちから、お頭と呼ばれている。87話で、銃弾から吉宗を守ろうと自ら、盾となって撃たれて死亡した。仮面、ラー間、V3 はアクション得意だよね。なんだそのドクトルゲーっぽい言い方は。ちょっとボケてみたけどうまく言えなかったよ。質問なんだけど、鬼は番って本当にいたの？実在したらしいぞ。将軍から直接の命令を受けて秘密裏に情報活動を行っていたようだ。劇中のような忍者みたいではなかったっぽいかな。大月半蔵、和崎俊也、将軍家鬼は番。88話より、五郎左衛門の命を受け、助八の、後任として現れた将軍家が組組頭。鬼は番として、登場してからしばらくは、衣装も頻繁に変わって、キャラ探しに奔走してた感じがあるよね。おその、夏木陽子、将軍家鬼は番。紀伊藩、鬼は番頭だった、中津正右衛門の娘。市政では鳥追いの姿で活動し、仕込み三味線を武器にする。目鼻立ちが整っていて、いかにも切れ者って感じがするやねー。いつだったか定かではないけど、半蔵さんがお園さんの肩に、後ろから手を回していた時があったんだけど、ちょっと怪しかったわ。夫婦を装ってたんじゃないのか？そんな話はしてなかったし、相手に見つからないように物陰に隠れてた時だからね。これは名探偵の出番かもしれないわ。ああ、用意してきそう。じっちゃんの、な、次行くぜ。どうぞ。ゆうこ、辰五郎とは、旧知の中の元稲葉藩、お抱え力士。八百長試合を強要されたため、逃亡し、めぐみに居候する。めぐみでは、関取と呼ばれ、大食官の居候だが、時には怪力を生かして貢献する。ゆうこさんって新さんが、吉宗だってことも知らないし、他のめぐみのメンバーと、同じ立ち位置だったのはちょっと、もったいない気もしたけど。町、木村美佐子、辰五郎の妹。兄とは腹違いで、父親の5歳の、久米という女性、市原悦子が母親である。おまっちゃんって辰五郎さんとおさいさんの子供じゃなかったの？それが兄弟なんだよな。サザエさんとカツオが兄弟だと気づいた時に似た感じだったか？次行ってください。玄蔵、園田博久、めぐみの子頭。温厚だが、根は真面目で、責任感が強い一本気な性格。新吉、和崎俊也、めぐみの子頭。若い主に、兄貴と慕われるまといもち。21話で大屋根の上で、悪人の狂人に倒れ、死亡した。子頭って二人だったの？初期はそうだったな。それとすでに、お気づきだと思うが、新吉は、88話から、鬼は番を演じた和崎俊也だ。常、淡路大輔、若い主。スキンヘッドがトレードマーク。鉄たちと一緒にいることが多い。鉄、井上茂、若い種。
女好きなお調子者。Q ちゃん、谷崎浩一、若い種。常と鉄の弟分的存在。やっぱ、初期の面々は個性があるやねー。山田浅門、一色十郎太、栗塚朝日。浪人、一色十郎太の名で、21話より登場。37話で、山田浅門として将軍家、お試し御用に就任。新之助の持っていた刀から、正体を知ることになる。この人が出てきたら鬼に金棒だね。だがさすがの浅門も、恵みの抑えは苦手のようで、それが原因かわからないが、127話以降登場しなくなるんだ。浅門さんが、再登場するのパート3からだよね。2の時は全く、出演しなかったのにな。たまたまということにしときましょうね。終わり大納言宗春、中尾明。将軍家継承戦に敗れたことから、表向きは将軍に忠誠を誓うも、裏では、ことあるごとに吉宗失墜を狙って、悪事を画策する。新さんと宗春はそんなに対立してたの？そうだなぁ。吉宗の政治は質素倹約で規制強化なのに対して宗春は解放政策の規制緩和で、吉宗とは正反対の方針だったからな。私的には民衆受けは宗春の方があったんじゃないかと思うんだぜ。テレビと違って宗春よりも将軍である吉宗の方がイラついていたかもしれないな。地元の視聴者は歯がゆい思いでテレビを見てるかもしれないね。忠臣蔵の仇役、吉良上野介も地元では名君と言われてるらしいからな。どちらも東海地方だね。ここでおしまいとしたいんだが、その前に霊夢に一つ聞いておきたいことがあるんだ。何？番組のラストで悪役を成敗するシーンがあるんだが、吉宗は峰打ちだというのを知っていたか？ちゃんちゃんバラバラやるやつでしょ？よく聞いたら新さんの盾は音が違うような気がしたかな。そうなんだな。後には番たちは相手を切ってるんだが、吉宗のはそうではないんだ。だから、さっきやられたと思ったのにまた、しれっと復活してる人がいるんだね。それはどうなんだろうな。撮影当時は、家庭用ビデオなんてなかったから、盛り上げるためにやったのかもしれないしな。ちょっと待って。それじゃあ、5万回切られた男として、有名な福本製造さんの切られた回数も減るんじゃない？福本製造が吉宗の峰打ちをカウントしてるかは私たちにはわからないがな。本当に5万回切られたのも怪しいやね。芸人藤原の原西さんのギャグ一丁子やフリーザの私の戦闘力は53万ですよみたいなことかな。とにかくすごいんだぞ、的なやつか。はい。たとえ5万回切られてなかったとしても福本製造が偉大なことに変わりはないと思うぜ。福本製造の他にも小峰隆二や佐々木俊二、池田健二などもよく出演しているな。池田さんさっき出てたね。なんとなく憎めない顔立ちだよねー。そうだな。福本製造や小峰隆二たちとは一味違うタイプだな。それで言うなら私は乱太郎さんも捨てがたいかな。峰乱太郎か？なんでだ？こんなこと言ったら申し訳ないんだけど、製造さんや小峰さんたちってみんなこわもてじゃない？乱太郎さんはイケメンだもんね。それもそうだな。それじゃあここで私一押しの大部屋俳優さんも紹介させてもらっていいか？うん、いいよ。それじゃあお言葉に甘えてドン。誰かな？岸大輔なんだぜ。ひょっとして京都太秦の大御所大部屋俳優で、撮影の空き時間がやたらと長く数十時間は当たり前。一度、カツラを取ってしまうと再度、支度するのが大変なため、カツラ姿に私服という格好で、空き時間を潰している。という、設定のお笑い芸人ダイアン、ユウスケかな？霊夢めっちゃ詳しいじゃないか。まあね。はい、というわけで、今回は吉宗評判記、暴れん坊将軍の解説をしたよ。足掛け24年にわたり、シリーズ12作が制作され、全放映回数は、計832回と、同じ俳優が演じた単一ドラマとしては大川橋蔵の銭形平次888回に次ぐ長寿番組で、主演の松平健の代表作となったね。痛快娯楽時代劇の決定版と言ってもいい人気番組で、時代劇人気ランキングでも水戸黄門や必殺を抑えて堂々のトップだぜ。主演の松平健も時代劇俳優ランキングでトップに選ばれるほど視聴者の心をつかんだよね。ああそうだな。最後までご視聴ありがとうございました。